にちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談しながら近代日本の知識人の続きを紹介していきます。サポートメンバーを募集してます。よろしければご登録ください。じゃあ前回からの続きですね。ちょっと前回のかぶって読んでいきますけども、マルクス主義の哲学と歴史観というものは、いやおなしに経済と法、政治との関連は無論のこと、文学や芸術の領域にまで孤立的にはなく相互連関的に捉えることを教え、しかも諸々の上部構造に共通する土台を支持することによって社会体系の変動をトータルに解明することを、いわば知的に強いた最初の思想であったと言って良いのであります、ということです。マルクス主義ってのはもう経済、政治、法律、法学、すべてに横断して、新しい世界観というか社会観というものを提示しているということです。具体的にそれがブルジョワ市民社会っていうのがあるわけですね。ヨーロッパには19世紀に出来上がった。ブルジョワって新しい階級が出てきて、この人たちが中心の経済、システム、社会、政治体制、社会秩序、法律ができてるんで、これは労働者にとって良くないと。ブルジョワが、ブルジョワってお金持ちですよ。お金持ちって、ブルジョワってヨーロッパでは1億円以上資産を持つような人ブルジョワって言うんでしょうけども。それ以下だったらプチブルジョワって言うんでしょうけども、どのぐらいの定義でブルジョワってことが言われてるのか、ちょっと私も、細かく言うのは難しいんです。日本では1億円ってことはないか、5億円ぐらい資産、金融資産があるような人をブルジョワって言うんじゃないかなと私は思いますけどね。そういう意味では日本、ブルジョワ市民社会じゃないでしょうよ。おそらく。そこまで富が蓄積されてないっていうか、5億円以上の金融資産持つ人の割合はどのぐらいなんですかね。2、3% ぐらいいるんですかね。でも言ってみればその人たちが中心になって、自民党自公政権支えてるっていうのは実はあるから、社会自体はブルジョワ市民社会とはほど遠いような気がしますけども、社会システム自体はお金持ちが中心に回してるわけですね。経団連とかね、経団連の株主みたいな人たちですよ。でも日本の場合もう一番でかい株主が日銀になっちゃってるんで、言ってみればもう国家社会主義の、ブルジョワ市民社会どころか単なる国家社会主義なんですけども、それはもう戦時中から大して変わらないっていうか、官の力が強いですよね。政官の力がね。だって賃上げ自体は、時の首相が賃上げしろって経団連とかに行って賃上げしてるような国ですからね。労働者、労働組合ってあるけどそんなに力は強くないし。労働組合、労働者自体がもうその国家社会主義に、丸め込まれちゃってるみたいな。ブルジョワは数が少ない。世襲議員がブルジョワの代表ってことか。日本の自民党の世襲議員みたいなのが、日本のブルジョワの、代表者なんでしょうね。それでなんか住み分けして、それで国家社会主義みたいな感じで、卵で閉じてるみたいなね。卵閉じですよ。本当、私はよく思うんですけど、卵で閉じてるだけなんですよ。細かい味がよくわかんないんですよ。とりあえず雑に卵で閉じてるだけなんで。だけど、ヨーロッパの場合は階級社会ですから、フランスとかイギリスとか。ドイツもそうか。そこにしっかり、階級対立があって、その分析で、そのブルジョワ市民社会っていうものを、労働者の力によって否定していくっていうか、それで社会主義、共産主義にしていくっていう、そういうふうにマルクス主義がそういう理論を作ったわけですよ。ブルジョワ社会、ブルジョワ市民社会批判やっていくわけですよ。ブルジョワが作ってる制度のずさんな点というか欠陥と改良点を社会科学で暴いていくっていう。でそれをそのまま日本に持ち込むと、日本が資本主義においてどの段階なのかっていう問題になっちゃうわけですよ。それがコミンテルンが言ってきた27年テーゼとか32年テーゼが問題になるわけですね。まだ
日本にはそのブルジョア市民社会あるのかないのかっていう問題があって、あるっていう人たちとないっていう人たちとの、なんだ、豪座派と労農派っていうのね、分かれていくんですね、これね。ということです。で、この、まあ、そういう見方、ブルジョア市民社会があるのかないのかっていう見方そのものが、20世紀の頭に入ってきたわけですよ、日本に。それはその社会体系の変動をトータルに解明することを知的に強いたってことですね。ヨーロッパの分析の段階のどこにいんだと。ドラゴンボールで言えばどこら辺なんだと。何巻目ぐらいだと。ピッコロが出てきた段階なのか、もうベジータを倒した、ベジータも仲間になってんのか、悟空が死んだのか、みたいなね。どの段階にあるんだろうっていう。てめえの書いてる漫画がどの段階なんだと、ドラゴンボールに例えると、みたいな段階になってきちゃったわけですね。ということです。で、続きです。ここから新しいところですね。やや突飛な言い方をするならば、日本ではちょうどヨーロッパとの場合と逆に学問と文化の個別的専門家時代の後にマルクス主義を媒介としてルネサンス的普遍主義と啓蒙の批判精神の時代を迎えたということになります。ということです。日本というのは明治維新によって個々の学問を個別に輸入してきたわけですよ。それは森外が医学を留学して学んできたり、漱石が英文学を学んだり、それぞれの専門家を先に育てたわけですよ。でもヨーロッパの学問っていうのは、まあ、この連続したお話でもボローニャ大学みたいに、まあ、法学から始まってるわけですね。ローマの法学大全みたいなのを学びたいっていう、教えたいっていう、教師と学生が集まって、その組合が大学になっていくっていうことで、まあ、もともとはその、法律的なものを学びたいとか、そういう、まあ、そういうところから派生した後、リベラルアーツとか、ギリシアローマにあるリベラルアーツですね。17課っていうか、その、教養の基礎があるわけですよ。で、あとはその、キリスト教の神学とか。で、そういうものが、ルネサンス的普遍主義。まあ、神中心じゃなくて人間中心のヒューマニティーズですね。学問がルネサンスの頃に起こって、そのガリレオ・ガリレイとかね、コペルニクスとか出てくるわけですよ。天動説を地動説に変えていくってことですね。人間中心にものを見ていくってことですよ。で、その後に啓蒙主義が来るわけですよ。啓蒙主義ってリュミエールって言うんですけども、エンライトメントですね。英語で言うとね。まあ、その、中世のキリスト教的な名門の中にあった学問を人間中心に蘇っていくっていうか、まあ、無神論ですよ。神はいないと。神がいなければ作ればいいっていう有名なね、ヴォルテールの言葉がありますけども、まあ、それが今年、来年、今日2021年の12月16日なんですけど、来年やるカラマーゾフの兄弟に神がいなければ作ればいいっていうのは出てくるんですよ。で、啓蒙主義ってのは神の否定ですよ、徹底的なね。ルネッサンスってのは神を中心に物を見ていくと。啓蒙主義に至っても神を否定して、人間が人間による、まあ、神の否定って何かって王権真実説の否定ですから、神の権威に由来する王様っていうのを否定していくと。それがその社会契約とか一般意志ってやつですね。ルソーという。まあ、ルソーも啓蒙主義ですから。まあ、一軍のそのフランスのね、ボルテールとかルソーとか、ディドロとか、ああいう人たちが、まあ、革命思想を作って、啓蒙主義から革命思想を作っていくわけですね。まあ、本当に革命思想なのはルソーだけですけども。まあ、無神論的傾向はもうディドロとか。まあ、百科全書って作るわけですよ。百科全書みたいなの。今、各ご家庭に百科全書なんかないでしょうけど、昔すごい売れたんですね。今もう、その、ネット上の、なんだ、ほら、エンサイクロペディア、ブリタニカみたいなのあるんじゃないですか。なんでも知識が全部、アイウェオ順に載ってるやつみたいな。ああいうの作り始めたんですよ。学問を体系化して、まとめて人間に伝えるっていうことをやり出したわけですよ。今までは一部のインテリだけが学問を握りしめてたのを、まあ、その学問体系を百科全書にして、啓蒙していくってことですね。物知らねえやつに。まあ、キリスト教、ルネッサンス自体はあれですね、宗教改革と一緒にあるんで、それはまあ、ほら、一部の人しか教会ラテン語を読めなかったのが、各国語に聖書を訳して、ローマンキャソリックの権威を否定していくっていうのは、
テスタントの運動ですよね。ルソーとか ルターとかカルバンがやったやつですよ。で、それに対して今度は啓蒙主義が出てくるわけですよ。18世紀にね。で、日本の場合はどうかというと、ここに専門的知識が入ってきて横断してないわけですよ。ヨーロッパは横断してアップデートされてるんですけども、日本の場合個々の部品が入ってきて全然つながりが悪いってことですね。タコツボ化してるんですよ。でもマルクス主義を媒介にして初めてですよ、横断的に物事を見るっていう視点が、日本はブルジャー市民社会なのかそうじゃないのかと、天皇制っていうのは君主制なのか、なんか立憲君主制なのか封建主義なのか絶対王政なのかとか、そういうあの視点でマルクス主義を媒介として、マルクス主義的な用語を使ってその社会体系の変動をトータルに解明する、共通の言語が生まれたわけですね、見方がね。でそれがまあ日本においてはルネッサンスと啓蒙主義が一緒に来ちゃったようなものになっちゃった。マルクス主義によってルネッサンスと、ルネッサンスってね、何言ってんだもうなんだ根詰めて説明してるとみんな飽きてくるのがわかるんですよ。これテープレコーダーに向けて喋ってても、ルネッサンスと啓蒙主義が一緒に来ちゃったんですね、ということです。で次です。ここではマルクス主義は絶望の哲学ではなくて、ヒューマニズムと進歩の輝かしい工法として仰ぎ見られました。戦前においてインターナショナルな意識や感覚をマルクス主義が代表し、また社会科学というとマルクス主義的な社会科学だけを意味していたというのは不幸な事情や弊害も伴いましたけれども、そこはそれなりの歴史的背景があったと言えます、ということです。マルクス主義は絶望の哲学だと、これはどういう意味で言ってんだかちょっと、わかんないんですけども、まあヨーロッパではマルクス主義っては階級闘争のためにあるんですね。抑圧された労働者が目覚めるための、絶望に喘ぐ人たちのに刺した一条の光ですよ。だけど日本人の労働者にいきなりマルクス主義が注入されたわけじゃないんですよ。マルクス主義はまず青白いインテリに直撃したわけですよ。で、この青白いインテリたちはマルクス主義を労働者解放のための思想っていうよりも、ヒューマニズムと進歩の輝かしい工法として仰いだってことですね。新しい、まあ、ルネッサンスや啓蒙主義だとして、マルクス主義を受け入れたわけですよ。ヨーロッパじゃそんなもんもうその段階超えてるんで、マルクス主義ってのは、その階級、からの身分の解放ですよね。労働階級の悲惨な生活をその革命によって救い出すっていう、ね、そのブルジョア市民社会の偏った世界を革命によって世直しするっていうかそういう絶望の哲学ですよ。絶望的な状況から生まれた哲学ですよまあとにかく労働者の生活がひどいっていうものがあるわけですよ。まあ、エンゲルスにもほら、イギリスの労働者階級みたいな本ありますよね。あんまりひどい生活って、もう、8歳で炭鉱で働いて、すぐ死んじゃうみたいなね。あるわけじゃないですか。社会保障とかないから病気になりゃすぐ亡くなるとか。そういうことが絶望の哲学ってことなんでしょうね、これ言ってんのね。だけど、日本の場合はその、労働者が、マルクス主義をその、絶望の哲学とは受け取ってないですよ。そんな風に入ってこなくて、知識人の、ルネッサンスって感じで、まあ、シャンパンソーシャリストって言いますよね、フランスにね。シャンパンリベラルっていうのかな。シャンパン飲みながら人間の解放を語る人たちがいるわけですよ。日本だとシャンメリー社会主義ソーシャリスト、私はシャンメリーソーシャリスト、もうすぐクリスマスですから、シャンメリーって言ってますよね。子供の飲む、炭酸飲料ね。クリスマスに飲むやつ、ロゼワインの人工甘味料の入ったシャンメリーってあるんですけども、まあ、子供の頃あれ大好きでね、年1回しか飲めないじゃないですか。すげえなんか大切に飲んでた記憶がありますけども、まあラムネみたいなんですね。甘ったるいんですよ。日本のソーシャリストっていうのは別に労働運動の現場で一緒に戦ってるわけじゃなくて、往々にして朝日新聞に寄生してシャンメリーみたいな甘ったるい、なんか人権思想で、なんかやってる人たち。まあ、それはシャンメリーソーシャリストでしょ。
朝日新聞に朝日新聞の周りにいるシャンメリソーシャリストっていると思いますよ。だ、感傷的センチメンタルなんですよ。とにかくセンチメンタルにこんな気の毒な人たちがいるって言って、まあ、朝日新聞の記事自体がそうじゃないですか。もう貧困にあげる子供がかわいそうだとかね、あれだ、まあシャンメリーの味がシャンメリーでも配ってるって話ですけど、そんな気の毒ならって、それで、あの、それは同情してね、センチメンタルに浸るのも私は大切だと思いますけど、そういう優しい人っていうのは得てして優しいだけで本当に優しいかっていうと分かんないですよね。人を助けたいって言いながらてめえのプレゼンスを上げていくだけの利他主義を持って個人主義を遂げるみたいなね、それに自身に気づいてないと、いう傾向が多いじゃないですか。あの YouTuber のユタポン君がさっきニュース見てたらね、全国の不登校の子を励ますためにトラックで日本一周したいって言ってるんですよ。でクラウドファンディングでなんか何百万だか集めたいと、そのトラック買うために。もうそうなるとね、不登校を助けたいんじゃないんですよ。クラウドファンディングをやって自分のプレゼンスを高めたいと。ついでに不登校のやつも慰めたいっていう。どっちが不登校を助けたいんだったら、別に電車とか公共交通を使って会いに行けばいいわけじゃないですか、別にね。だけど、その、トラックを使ってラブワゴンみたいなの作ってですよ。そこにメッセージが載せられますと。企業様一口50万で30文字の広告が載せられますみたいな。トラックを作るって言ってんですよ。助けたいんだったらほら別に徒歩で歩いて行きゃいいじゃないですか、そんなね。金かけずに。てめえの貯金で、てめえの稼いだ YouTuber のね、広告料金で、ね、公共交通機関で会いに行って、それを動画とかにもせずにですよ。ただ会いに行ってね、その子励ますってことやってりゃいいんだけども。まあ結局やりたいことはトラックを作って、まあ、自分のプレゼンスを高めるってことですよね。で、大にしてシャンメリーソーシャリストっていうのは、まあ、ユダボン氏にちょっと近いっていうか、売名行為に近いことやっちゃうわけですよ。その、偽善って言い方はねえか、まあ、世の中にとって、まあ、みんなが批判しきれないお題目を唱えながら、なんかその、自分のプレゼンスを高めていくっていうか、私、環境問題についてもそれ思いますけどね。環境問題は、グレタ・トゥンベリさんは、まあ偉いんでしょうけど、まあ、自分のプレゼンス上げるためにやってんじゃねえのかっていう疑惑もよぎると。でもそれを言うとそこら中からポリコレ棒で叩かれるんで、そんなことはないと。青少年の未来のために環境破壊を止めようとしてんだって言われちゃうと、おじさんグーの音も出ないですけども、実際てめえのプレゼンスだけ上げてシャンメリーソーシャリストみたいなやつはいるわけですよね。ためにする議論っていうか、ということですよ。で、なんで急にその話してしまったのか。日本の場合はだからその社会主義がヒューマニズムの進歩と輝く、ヒューマニズムだったんですよ。社会主義って共産主義って、マルクス主義はヒューマニズムだったわけですよ。で、そこから入っちゃってんですね。で、この戦前においてインターナショナルの意識や感覚をマルクス主義が代表し、まあ、世界市民の一人だと、欧米並みの、政治的センスを持つにはマルクス主義持ってなきゃいけないと。で、あとは、マルクス主義は社会科学だったんですね。科学なんですよ。科学的社会主義ですから、基本的に。で、科学だってことは、ちゃんとした仮説を立てて、理論を実証していくっていう科学的な営みだと。まあ少なくとも日本以外ではそうだったわけですよ。だけど最初はヒューマニズムとして入ってきたわけですよ。さあ人間中心主義としてですよ。だからどういうことかっていうと、天皇制はその、王権神授説と一緒だから、否定すべきだってことですね。それは32年テーゼっていうのに、コミンテルの32年テーゼにその天皇制廃止って入れちゃったもんですから弾圧されたんですけども、天皇制の反対、まあ天皇制ってのは王権神授説じゃないですか。天皇の権威は神に由来するって考え方ですよ。そっからすれば、そんなもん啓蒙主義でも批判できるわけですよ。そんな人間中心だって、神なんかいねえじゃねえかと。いう話なんですけども、まあ、マルクス主義はその啓蒙主義の代わりをしちゃってるわけですよ。日本においては。で、啓蒙主義であり、ヒューマニズムであり、社会科学であるっていう形で、入ってきたと。
で、これが未だに気に入らないっていう人たちがいるわけですよ、これね。あとすごい勢いで言います。まあ、反共の人たちが、マルクス主義の優別論士官、階級闘争士官が本当に嫌だって言って、学会もでもそんな先生しかいないから、暴れてる若手学者がたくさんいて、私はそういう人たちがいるってことを知らなかったんですけども、実際に何人かいるのを確認して、ちょっとそれは日本の受け入れ方は別に衝撃を受けたっていうか、まあ、こうなってしまったのが、冷戦が終わって30年経てはもう社会科学としてのマルクス主義だけはまだ救ってやろうって話もなくなって、いるんだなというのが分かってしまったですね。それはまあ置いといて、今日はこの辺で全然だから労働者を解放したい絶望哲学じゃなくて、ヒューマニズムとか社会科学とか啓蒙主義として、啓蒙思想としてマルクス主義が入ってきちゃったということですよ。これがヨーロッパと違うんですよ。ということです。まあ、ヨーロッパと違ってどこで、まあ、少なくともフランスの持ってる文脈とは違いますよ。常にフランスの持ってる文脈と別に日本に入ってきて、ポストモダンの思想もそうですよ。ドゥルーズ、デリダなんてマルクス主義と一緒ですよ。ヨーロッパで持ってる文脈無視で入ってきてるんで、わけわかんない読み方するわけですよ。デリダとかドゥルーズのね。なんか急に、その、ヨーロッパ的なロゴスの批判とか、なんかそんなのがね、あるわけ、マルクス主義の批判とかあって、入ってきてるわけじゃないんで、なんか流行思想として飛びついて、理解もできてないのに伝言ゲームで理解した気になるっていうか、そういうので流行っちゃうんですね。で、マルクス主義も、まあそういうもんだったってことですよ。今日はここで終わりにします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。